この黄色い船が美しく生まれ変わるっていう、今日はそういう動画でしょ。これ全部やると大変だね、かまざけ。持ってるものはいいよな。船、結構だから船たくさんあるのかな。金にはなってねえけど。逆に赤字だけど。経費倒れしてしまうぐらいな感じだよ。ちょっとこれ綺麗にしたいな。本当に。ビシッと綺麗な船にしたいの。はい、丸山教授の北の漁場チャンネル第5艦太郎丸。去年までタコで使ってた船、今年はまあほぼもう何も使わないっていうか、趣味でマグロのキャスティングね。でうち丸山教授っていう遊漁船もやってるんだけど、ちょっと遊漁船の船長の中西船長が黒潮ってね、カレー屋さんや去年オープンして、ちょっと今年はねお店の方と遊漁船とこう両立できるかどうかちょっと今のところ微妙なんだけどさ。で、もともとは丸山教授ってジギング大きい船 9.7 トンの大きい船でジギング、ブリのジギングメインでやってるんだけど、ちょっとねここです、まあ、去年からそうなんだけど、ブリがちょっとやっぱり取れなくなってきてるっていう。でトレンドはね、今マグロのキャスティングがちょっと流行ってきてて、なんでもしマグロのキャスティングね、今後その中西くんがうまく遊魚と自分のカレー屋さんと両立ができれば、まあ今年は無理にしても来年再来年以降この船キャスティング専用に改良しようかなと思って。ちょっと俺の中ではねこれぶっ壊してさ、本当にこう前でこう先端キャスティングできるように改造したいんだよね、将来的には。で今日色塗って、今日っていうかまあこの間まで黄色だったのを色塗り直してさ、ちょっとやっぱり黒の剪定塗料足りなかったから前が赤、あ後ろ そこ赤なんだよな。今日なんかかっこいいね、逆にいい感じだよね。ちょっとまあぐるっとこう、今年はこれでまずマグロ一匹釣りたいんだよ。オッケー。でまあ、うちの船長の中西船長もね、マグロのキャスティングではまだ一回も釣ったことないからさ、さすがに釣ったことないのにお客さん乗せてマグロのキャスティングやりますっていうわけにいかないだろうから、まあぜひまあ俺もそう含めてだけど、まあ中西船長と今年はね一本釣り上げたいっていうその目標まずは。で動画でもまあ遊漁船の方の丸山教授YouTube チャンネルあるんで、そちらもし興味あればそちらも登録してくれればいいと思うんだけど、まあ、とにかくまあ今年俺の目標でもあるマグロのキャスティングで一本釣り上げるっていう、この船第5ガンタロー丸。まあちょっとこのうちねガンタロー丸の、まあ、店の名前なんだけど、この他のところはね赤の点にしてるんだよね。でちょっとこう赤の点を最後に塗っていこうかなと思って、最後の点入れだね。これが入るとなんかビシッとかっこよくなんだよな。なんかしてんだけどな。この一点この赤が入ると、ちなみにこれ俺の文字だからね。俺が書いた字だからこれ。あんまりかっこいい。かっこいいでしょ。なんでもこうセンスがあるんだな。武田颯雲の文字をちょっとイメージしてるわけよ。で、ここのこのキュッてこう、ここがポイントよ俺の中では。キュッてこう。キュキュってなのかね、丸のところシュッていかないでこうあえてこうくべっちゃってるところがまだポイントだな。ビシッと決まってるでしょ。ちょっとあと後ろもいっかな。中が入るとかっこいいんだよな。なんでもだデザイン的になんか赤ピッて入るとなんかかっこいいんだよな。なんかしんだけどな。
閉まるっていうか。金になる船じゃないから今年はさ、だからあんまり無駄に金かけないようにしようと思って、デッキもグレーだったりブリッジの黄色も残ってたりするから、これ本当は色の中やらかったんだけど、まあこれでいこうかと。来年もう一回ビシッと綺麗にするか、どちらにせよ今年はこれでとりあえず行くと。で本当は手すりつけたりなんなりって商売するならいろいろまだお金かかるから、それは来年。中西船長待ってますよ、中西船長皆さん、あの中西船長の黒潮ね、まあ、丸山教授っていうカレー屋さんと、まあ、黒潮っていうカレー屋さんと、まあ、ちょっと混乱するんだけど、うちから独立した中西くんが黒潮っていう、カレー屋さんやってるから、ぜひ皆さん黒潮行ってあげてください。黒潮が繁盛すれば遊漁船も営業できると、しっかりね。ということで中西くんはちょっと今お店の方に集中してもらってさ、まあしっかり軌道に乗せてから来年以降でもキャスティング戦でやっていこうかなと思ってますから、はい。ということで、まあ北の漁場チャンネル、うちらの漁業の方とはあまり関係ない話なんだけど、はい、この船も今持って釣りもやりますよっていうことでね、こんなもんでいいかな。明日下ろす、まあ下ろすとこも最後動画撮れれば下ろしてっていうところで終わりだね、はい。ということで名前も入りました、大悟岩太郎丸。ではまた。